鳥居白衣神社は、石川県白衣市川原町にある神社。式内社で、旧社格は、県社。現在の祭人は次の世柱。創建は不詳。石彰別名は、当地に領民を苦しめる会長が出現したことで、水人天皇の直により派遣され、これを打つとともに、当地の農業を奨励したと伝える。後当地を治めた白衣君一族が、 祖先の石証別名を氏神として祀ったことに始まるという。延長5年成立の演技式新名帳では、野戸国白衣軍に白衣神社と記載され、式内社に列している。南東約200メートルに所在する八幡神社が白衣神社の元々の鎮座地であり、文明年間に大塚古墳の墳丘場に社殿を造営し遷宮、したとされる。 当初は、大塚上には、松が立つのみで、社殿は造営されず、法暦年間の落雷で、松が消失の後、文化年間に宝蔵を造営し本殿とした、とする説もある。明治5年、近代社格制度において校舎に列し、明治14年には、県社に昇格した。明治42年、七尾線建設の予定地にあった姫塚城の3秒、外社から、 最人の道半大臣を移し合志した。大正6年、大塚が両母参考地となったため、社殿を現在の大塚の公園部南緑に移した。いずれも白衣市内に鎮座する境外抹茶。所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。